見える開花メルマガこんにちは一般社団法人開花 GP の村松大輔です今日はですね大ちゃん先生の一日となん、えー、でこれ出すのと思うんですがの何人かからですね大ちゃん先生寝てますかといつ寝てるんですかと言われてるんですが、えー、結構ですね実は寝てるんですねで開花に来てもらえればですねあの夕方私が昼寝タイムがあってですね、えー、そんな形でのを休ませながらやってるんですけども、えー、私がどんな一日過ごしてるのかと。 えいうところをお話しさせていただきたいと思います。大ちゃん先生の一日と。このいつ寝てるんですかっていうことがあるんですけども、夕方も実は寝ていてですね、例えばこれ、平日なんですが、ちょっとアニメーションかけてるのができなくてですね、あのー、まず大体6時半ごろ朝起きます。で、朝起きてからすぐこう写経を始めちゃって、 で7時ごろからですね、お仏壇にお祈りをしてで、娘が6時50とか起きてきて、一緒に朝ごはん食べながら、えー、朝子供をですね、えー、普段の日は、娘を学校まであ、学校の近くまで送って、車で送ってきます。でまあ、歩ける距離なんですが、そうしないと、まあ、娘との平日の時間が、へまあ、土日もほぼいないので、娘とのやり取りの時間がここぐらいしかないので、朝送ってきます。で送った後で そこから開花まで10分弱なんですが、英語を聞きながらですね、で英語の DVD を聞きながら、喉はボイトレの喉をきれいに整えていく練習を大体やっています。英語何やってるかっていうとですね、あこ,っちこちらなんですけども、リンマクタガード、最近はですね、ここ2ヶ月ぐらい、リンマクタガードさんってこの人なんですけども、この人のザ・リビング・マトリックスっていう、 これ、日本語の字幕ついてるんですが、運転中、字幕見れないので、英語で聞いてるんですけども、だん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 分かってきた感じですで。ブルース・リプトンさん、生物物理学者の方とか、えー、アルバート・ポップ博士とかですね、えー、バイオ・フォトン出て,てる人とか、シェルドレイクさんっていうのは、100匹目の猿現象を言ってた、まあ、100匹目の猿現象はあのー、仮説なんですけれども、このシェルドレイクさんの話とかですね、フィールドとか場とか DNA とかゼロポイントフィールドの内容を言っているので、非常に学びになり、 それがですね、えーまあ、開花セミナーのネタにもなっているです、ねまあ、最先端の科学者さんたちのネタですね。あと、英語のレッスンが、えー、週1回か、隔週で1時間で五十嵐優子さんに指導を受けています。五十嵐優子さんは、えー、生産婦人科医の池川明先生のですね、えー、英語の通訳とかされている方ですね。で、えーとですね、その後、 開花に8時ぐらいに着きます。で、から、神棚のお水変えてですね、で、部屋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 、4つですね、4部屋をお祈りを入れて、大体30分ぐらい。その後、8時半過ぎぐらいから、感謝業、トレーナーさんとの感謝業の返信をバーッとさせてもらって、まあ、10時半ぐらいまでには終わっています。で、うんその後、メールとか、えー、お客さんからの返信のチェック、フェイスブックの確認をし、で、 見えるいカメルマを作り込みます。で、いカメルマを作って、お昼前かお昼直後に撮影に入り、それをですね、メルマ、その文章をメルマがブログにして仕込みをします。で、お昼に、えー、動画をアップしたり、YouTube をアップして、お昼食べながら YouTube ア,アップしたり、パ、え、ワーポイント作ってたりします。あれごめんなさい。これ違いました。えっ、ー、とですね、ここがですね、 朝礼の時間です1時から1時20までが朝礼です。社員とのスタッフとの朝礼で、こう嘘です。子供送り間違いで、うんと。まず2分間呼吸法をして、から未来ビジョンと今日のビジョン、今日のゴールをそれぞれ話します。その後で倫理の職場の教養を読んで、その後本を輪読します。でその後でですね、えー、自分たちの仕事それぞれ入って、私は動画のアップとか、 あと、土日のセミナーの準備とか、翌週のセミナーの準備とか、講演会の準備とかを、パワーポイントを作り込んで入貼り込んでます。で、小学生の授業を荒井澄先生がやって、私はですね、5時のどっかのタイミングの切りのいいところで、ここでね、10分1回寝るんですね。寝て、脳をすっきりさせて、脳から睡魔を取るみたいな、10分アラームかけておいて、スコーンって寝落ちますから、すっきりした状態で、 また、まあ、夕飯食べながらセミナーの準備入り、で、7時から9時半まで塾、塾、9時まで数学物理、科学の塾をやって、9時から9時半がその生徒たちに対して能力開発。で、片付け終わって、ここで1回塾の部屋のお祈りを入れます。から、えー、お,お礼、えーっと、お部屋のお,お礼ですね。で、その後、また部屋に戻って、 皆さんのお客さんからの返信のチェックとかをここで返信します。なので、私にあの質問をいただいても、ちょっと返信できるのはこことここぐらいになってしまうんですが、で、あと、帰りにですね、まあ、11時ぐらいまでやって、で、まあ、妻が寝る前に極力帰るようにしてですね、帰り道も英語を聞きながらとかで、帰ってから、まあ、あママともう話し,しながら、会社業の返信をしたりですね、でっから、 ね、眠くなってきて、12時半過ぎぐらいからお風呂入り、お風呂入りながら、またここでですね、響かせるお祈りをしながらですね、えー、やってお風呂から出たら、柔軟読書をします。これは結構月刊父が多いですね。こちら、これら、これ系ですね。これらの本が多いです。月刊父が多いです。で、えー、1時半ぐらいから寝る感じで、 まあ5時間ちょっとと、あとこの10分の、ね、昼寝が本当重要ですね。これで1日を2つに分けるっていうふうに、いつだったかな教わってから、そこからですね、1日を2回、2日分にとって、ここをまた、昼寝から目が覚めたときに朝になった感じです。という感じ。あとですね、木曜日は、今日ですね、木曜日は6時から6時45が、えー、開花キッセミナーという形をやっています。 で英語はさっき申し上げたやつですね。あと、土曜日はですね、ああごめんなさいで、英語をやる意図はですね、ゼロポイントフィールド側の感覚を今、日本語でさーっとこう言えるんですが、それを日本語にしないで、英語のまんま、日本語にしてから日本語を英語訳するんじゃなくて、ゼロポイントの感覚を英語で語れるようにすることで、英語圏の方々にも、開花の内容とか、この量子力学的なあり方を伝える、伝わるためにやってます。そして は一刻も早くですね、この平和な在り方で平和な地球をクリエイトするために英語をやっています。で土曜日はですねちょっとおしします、土曜日は朝同じです。で感謝業の返信をしで土曜日、月2回ですね前橋群馬の前橋のサンビックさんという会社をお借りしてですねセミナーさせてもらっています。で朝、ちょこっと早めに道中もやっぱり英語を聞いたりしています。で その後、まあ、車洗ってくださいでとか、で朝、午前中が子供セミナーと、その後ですね、子供たち終わった後、結構皆さん楽しくずっとのんびり行ってくれる、その子たちともじゃれながらですね、やってます。お昼ご飯食べながら、感謝業の返信をしながら、ちょっとまた10分寝てですね、また返信しながら、あと夕方のパワーポイント見えるカメラものの発信のためのパワーポイント作りもここでやってます、お昼でですね。で、また、 午後に大人の方向けのセミナーを終わってから、えー、沼田に戻ります。40分ぐらい、ま、もの戻って、で夕方、塾の前に動画をアップし、ブログとメルマガの仕込みをして、お夕飯食べながらやって、塾でっていう形ですね。夜も同じです。で土曜日,と日曜日が、例えばトレーナーコースが東京であるときの日は、えー、その前に絶対写経はしておきたいので、心をこう、 整えておきたいっていうのがあるので、えー、新幹線が7時20分に乗るので6時50、40に出るので、えー、その前に車庫が終わるようにちょっと早めに置きますでその後新幹線に乗ってセミナーの確認をしながら9時ごろ信濃町に着いてで四谷に菅神社これは君の名前に出てきたと滝君と三ツ皿が最後階段ですれ違うあそこのシーンなんですけどあの神社に行ってお参りをしで9時半 に、1期のトレーナーのカズちゃんっていう。あの開花の神お母さんみたいなカズちゃんがいてですね。カズちゃんがお掃除こう。綺麗にこう整えてくれて。私はその会場の設営をしで、その後2人がたまに時折。早めにトレーナーさんが来てくださって、それに場のお祈りを入ります。でから11時から夕方までセミナーをダーっとみんなでこう場を波を打ちながらですね。で終わった後。 え、片付けとバーへのお祈りをトレーナーさん皆さんで行います。で、その後残れる方で一緒に夕飯食べに行って、で、新幹線の中で今日の動画、えー、今日のズーム、ズーム向けの方に対しての動画を YouTube アップします。で、お家帰ってから、えー、ママが起きてれば、ママとこう語りながらですね、おむら行って、また柔軟読書と出るというような形が、えー、私の主もらった日程です。で、 塾とかセミナーとか動画とかブログとか感謝業の返信とかですね、そこにこういつもこう常にこう意識しているのは何かと響かせているのは何かというと、私から愛感謝の波がこう広がることと、生徒に対してもトレーナーさんに対しても妻たちとか子供たちに対しても愛感謝の波が広がること。あと、家とかあの会花の建物とかに対して愛感謝の波が広がることと、 お客さんとかですね、お相手に対しての愛感謝の波が、その方々から広がっていくことも意図しています。その方々がお家に帰って、スタッフがお家に帰って、道中、店先で、で、この愛感謝の波が広がることも意図しています。で、そのゴールは何かというと、自分と触れ合った方々、私と触れ合った方々が本来の生き方をしていくこと、自分の一番得意分野で、 自分の大好きなことを通して、自分の本当の振動数で存在できることを通して、地球平和を意図しています。それが本当のこの居心地がよく自分の居場所があり、自分が愛感謝の状態で存在することが、その周波数が増えることが地球平和なので、そこを意図しています。が、まあ、私の毎日です。で、なんでそれできるのかというと、 かつてですね、私がもう自分発信がもうぐちゃぐちゃすぎて、批判とか攻撃とか、自己卑下とか自己否定の波を広げていたので、その波をもらって、居場所のない時期があったんですね。なのでです、で今は本当にこの愛感謝の波をですね響かせることで、おかげでこうメルマガもですね13カ国の日本人の方々に広がって、感謝業も各国でこう広がっていてですね、確実に。 愛と平和できる人たちが増えています。なので、やめられないとあの。楽したいとかじゃなくて、これが一番自分が居心地がよく楽なんですね。で、まあ、セミナーを通してもいろんな地域にこう行かせてもらえてると。で、これがですね、自分が批判の周波数でいれば、批判の世界がずっと続きます。イライラでいればいられ、イライラでずっと続いて、ありがとありがたいなと。 ありがとうっていう周波数でいると、それがずっと続いています。だから自分がどの周波数を取るかの毎日が、あのそれがずっと続くという形ですね。なので、まとめると、日々の習慣のわずかな差、微差がですね、人生を大きく動かします。それがですね、これめっちゃ大好きというところと一致したときに、 強烈にこの自分の人生をですね突き動かす感になっていってそれが結果皆さんが確実に世の中を動かす人物となっていきますでこちら昨日もご案内したんですけども「新春開花ズームセミナー」ですね「量子力学で運を切り開く」が1月の24日の日曜日お昼 2時から4時ですね、Zoom、えー、なので世界各国でご覧にいただくことができます。えっ、ー、と、アメリカとか夜中になってしまうんですかね、ちょっと大変なんですけども、お申し込みサイトはこちらとなっております。でぜひですね、皆さん自身が量子力学側からのあり方、周波数、素粒子の周波数側からのあり方で、現象を見ることができれば、スムーズにことが運ぶ、ものに左右されるんじゃなくて、全部自分発信の波の結果ですよと。 いうことに気づけばですすね現象はどんどんん動きますで自分の意識で現象を動かしている全部皆目の前のことは自分の発信の結果ですよということが気づけば本当に皆さんが本当の意味での幸せな人生を歩むことができますそういう人たちだらけになることが本来の、えー、地球平和になってきますということで今日も皆さんが最高素敵な人生を歩まれますようお祈りしておりますではさよなら